クリーブ・バックスターは、アメリカ合衆国の中央情報局の元尋問官、技術者、アメリカのニュージャージー州出身、ポリグラフの第一人者とされる人物。第二次世界大戦中に大学を中退し、アメリカ海軍の士官を務めた。以前から、超常現象に強い興味を抱いており、兵役中に、催眠術の研究を独自に重ねた。やがてその実績を見出され、 1948年より CIA に勤務。CIA の業務に催眠術やポリグラフなどの導入を提案し、後にポリグラフの開発者であるレナード・キーラーに指示し、ポリグラフによる調査方法を確立させた。キーラーの没後は CIA を離れ、シカゴのキーラーポリグラフ研究所の所長に就任。さらにポリグラフ事業としてワシントン DC に、 民間のポリグラフコンサルタント業を設立した。1959年にはニューヨーク州マンハッタンにポリグラフ検査官養成学校を設立し、同校の初代校長を務めた。続く1965年にはポリグラフの技術開発と危機器改良等を目的としてバックスター研究財団を設立した。その一方で1966年より人間や 動物の挙動や思考に対する植物の反応をポリグラフで検出する研究を続けた末、植物の反応が感情的なもの、植物は思考するとの結論に至り、これをバックスター効果として1968年に発表し、各界から大きな反響を呼んだ。1973年にはアメリカの著作家であるピーター・トム・プキンズラの著書、 The Secret Life of Plants で取り上げられ、この本がニューヨークタイムズのベストセラーリストに入ることで世界中にその名を知られることとなった。バックスター自身の著書にこのバックスター効果のことを綴ったプライマリーパーセプションがある。ありがとうございます。